テレビ静岡をご覧の皆さん、こんにちは。ラジオパーソナリティの高橋正純です。からのジェーン、実は今完成したばかりの新東名を走っているんですが、車幅も確認しやすいし、見通しも広いし、景色も最高です。新東名高速道路が4月14日静岡県内先行開通。御殿場三日日間およそ162キロ。新東名で静岡県がもっともっと快適になること間違いなし。その利便性や安全性に加え、ドライブが快適で楽しくなるポイントがいっぱい。さあ皆さん、僕と一緒に出かけましょう。今回は特別に開通前の新東名を走らせてもらいました。今日は遠出した時のシミュレーション。新東名ができるといろんなところが近くなるんですよね。そうなんです。新東名は現東名より静岡県の北側を通っています。特に新静岡インターチェンジから浜松浜北インターチェンジまでは大きく内陸側を通っています。つまり静岡県北部地区へスムーズに遊びに行けるようになるというわけ。島田金谷インターチェンジを降りたと想定して、あの場所へ向かいます。やってきたのはこちら、川根温泉道の駅。道の駅の楽しみはやはりこうやって地元で採れた食材ですよね。新鮮な美味しそうなものがいっぱい揃ってます。うん、美味しい。いやー、迫力あるな。いい写真撮れました。インターチェンジからおよそ20分なんで、また来たいですね。近い。浜松浜北インターチェンジからはフラワーパークへ。日帰り観光が気軽に楽しめます。森掛川インターチェンジからは奥国神社へお出かけになってみてはいかがでしょうか。いやー、気持ちいい。観光地がこうやって近くなると家族サービスにも精が出ますね。皆さんもぜひお出かけください。